トギモチセカンドです。今日はね、韓国のコンビニスイーツ新商品出ました。お餅抹茶シリーズですね。まずこっち、ティンジャっていう私の大好きな餅ロールなんですけど、これのね、チョンドゥクロールケーキグリーンティーが出たんですよ。まあ、グリーンティー、抹茶のもちもちロールケーキですね。なんか中にお餅の何かが入ってるのか、もしくはもちもちの生地なのか、ちょっとどっちかはよくわかんないですけど、とりあえずもちもちシリーズです。で、こっちはね、完全にお餅が入ってるやつ、チョンドゥノクチャマカロン。これ横見たらわかるんですけど、ここにお餅も入ってますよね。この2つをちょっと今日は食べたいと思います。もう早速開けますよ。ここのマカロンね、これ多分前キングマカロンみたいな、ちょっと大きめのマカロンで一つ売りでっていうので前紹介したと思うんですけど、その同じシリーズですね。キャラクターの絵が一緒だったんで、はい、餅がちょっとね、このようにゴロゴロ入ってます。これ前ね、ベリーのやつとブルーベリーのやつがめっちゃ美味しかったから期待大です。で、こっちもこのティンジャックのね、もちもちロールケーキシリーズ美味しいんですよ。よいしょ。うわ、今これ開けるときに手がちょっとここ生地触れたんですけど、めっちゃもっちりしてる。中にね、これはチョコなのかあんこなのか、はい、入ってますね。切られてるのも食べやすい。じゃあまずね、ロールからいきます。見た感じ餅が入ってるやつとはまた違うのかな。生地がもちっとしてるのは確か。うん、おいしい。チョコだ、真ん中のチョコ。もうね、この抹茶のクリームがとろっとろ、もう口入れた瞬間とろってとろけるやつ、おいしい。これね、餅が入ってる、韓国で餅の中に餅のロールも出てるんですけど、あれではない。だから餅中に入ってないんですよ。ただこれ生地がもちもちですね。だからもちもち生地の抹茶ショコラ、そんな名前じゃなかったよな。はい、抹茶のロールケーキだと思います。うん、おいしい。うん、もう食べ出したら止まらないやつだ。最後にしよう、これ。うん、え、待って、これやっぱあんこだな。違うの、これね、ちょっと言い訳させてほしいんですけど、抹茶が濃すぎてあんこかチョコかが分からなくなってる。あ、抹茶が強いんですよ。あんこ。待って、これ確信に変わったよ。絶対これ原材料名見たらわかるから。あんこって書かれてる。ごめんなさい。何を思ってチョコって思ったら、多分中のこのクリーム、抹茶のクリームがすごいとろける感じで濃厚なんですよ。だからその濃厚さにチョコが引っ張られたというか、チョコ感を感じたのかも。ごめんなさい。これ、あんこです。あんこ抹茶。まあまあまあ、そうだろうな。なんか抹茶ってチョコもよく合わせてる場合あるんですけど、まあ比較的あんこの方が多いのか。あんこでした。でも抹茶がほぼメインです。はい、じゃあ次、こっちのもちもちマカロンで、はい、もち入り食べます。うん、美味しい。お餅、もちもち。もうね、お餅はもちもちとしか表現ができない。他はごめんなさい。やっぱりこの中の抹茶のクリームがね、すごく濃いというか、濃厚というか、固め。でもこの濃さがね、固めがいいんですよ。で、このマカロン生地もサクッとしてて美味しい。なんか苦味がある。結構苦味もしっかり入ってる。でも甘いですね。このクリーム自体が甘いから。これね、苦味がちゃんとあって、抹茶の美味しさがちゃんと出てるし、いいと思うんですけど、私個人的には前のベリーの方が好きだな。ベリーと、あとブルーベリーか。ブルーベリーはでっかい粒が入ってて、ベリーの方は甘酸っぱさがすごいちゃんと効いてて、このシリーズで言うとあっちの方が美味しいな。まあでも、お餅も入ってるしね、和な感じのマカロンが好きな方はこれいいかもしれない。で、こっちの抹茶ロールケーキもこれめちゃくちゃ美味しかった。こっちもまあ和ですね、言ったら。でもなんかね、この中に入ってるあんこはあんまりわからない。もう食べちゃうともう抹茶って感じ。だからでも生地もね、ちょっともちっとした生地に中のクリームが美味しい。抹茶のクリーム、まあお子さんでもね好きかなっていう感じの甘いね、抹茶クリームで濃い感じで美味しかったです。以上、韓国コンビニもちもち抹茶シリーズでした。